今日はテレビボード、の収まりについてちょっと説明します。こちらの方のテレビボードなんですけども、普通に見てこう正面から見た形にばっかり目が行くと思うんですけども、こちらの方に階段があるんですね。で、実はこの階段なんですけども、平面図の方ではですね、テレビボードがこうありまして、でこちらに階段があるわけですね。でこの周りなんですけども、こちらから右側の方から階段を上っていって、左側に回っていくということになりますね。ということは降りてくる時も、2階の方からこう降りてきて、そしてこう回っていくということなんですよ。でこれは当初ですね、これは周りが逆だったんですね。で、左から上がっていって、上がっていったとしましたら、逆に今度降りてくるときには、今度右側から降りてくるということになりますよね。そこで私はテレビボードがあるんですから、降りてくるのであれば、こちらの方、このテレビボードを見ながら降りてきた方がいいんではないかという話をしたんですね。ですると設計の担当者も、その方がいいですねということで、結果的にはこの形になっているというわけです。ですから、家具の設計の時には建築の設計の担当者と、密に打ち合わせして、例えばその階段一つをとってもですね、どちらから上がっていったらどういうふうに見えるのかということをですね、相談しながら、設計すると楽しいと思いますよ。